止められませんでしたけれども、本人が騒がれたけれども、県庁入って初めて話しかられたとしたというと、まあ、私が決めることではないけれども、事実を明らかにされたということだろうと思います。知事の現場とはそこが少し違います。もう一点が、有能な職員というのは、相当生きがいを持ってこの仕事にやってますから、レクをしたつもりが効いてない、トータル調整ができてない、いろんな方が入っていたときに、それがすべて一本のスーツとして、その事業遂行に向けての流れになっていない、どこかが抜けているということがあった。それをもってして、一瞬でやり直しなんて言われると、まあ、言えば人格否定されて、自分がやってきたその職に対するプライドを傷つけられたというところです。これはまあ言えば一つの人格否定ですから、まあ、パワハラに該当するんではないかと私は思います。まあ、その言葉、パワハラ防止法ですね。その中にもそういった項目があります。それともう一点が、西播磨県民局長の、件ですけれども、これは普通であれば単なる人事異動ということで我々が介入できるものではないかもけれども、パワハラ防止法として彼を保護する、それから、名前を伏せてそのことで確実な調査をするということを怠ったということであれば、これは人事異動ではなくて、まあ言えば公開処刑、これはちょっと言葉が言い過ぎですけれども、面前でのという、まあ、叱責を結びに被弾してしまったということだと思います。これは、まあまあ、言えばどうでしょう、まあ、犯罪とは言いませんけど、もし法に触れる行動に値する可能性が出てきます。まあ、その辺も含めて、効果が当たる部分が見えているというところです。証人の方のお話と、知事の話を通じてですね、社会通念上認められる範囲を超えている部分と、まあ、例えば、机を叩くですとか、付箋を投げるといった行為があったと証言がありましたので、まあ、この辺に考えるとですね、まあ、私自身パワハラを認定できるような法律的知識というのは仕事もありませんので、無断ではできませんけれども、まあ、パワハラの可能性があるのかなという思いはしました。なので、まあ、そういった思いをですね、今になる話し合いながら、専門家の意見を聞きながら、これからみんなで判断していくかなというふうには思います。冒頭にも申し上げましたけれども、やはり先ほども伊藤先生おっしゃっていました、社会通念上必要な範囲を超えているというふうにいましたし、また強く大きい声で言われた、もうやっぱりどう見てもパワハラなんです。なので、まあ、そう感じたのと、やっぱりパワハラにもいろんな種類があるとすれば、例えばもう話するとため息ですから、それから重要な会議を何度も続行だけはされるとか、まあ言えば無視とかですね、まあ普通の対人関係でため息つかれたら気持ちよくないですので、ね、そういうことを繰り返しているということが、まあじゃあパワハラに当たるのかどうかというのはしっかり私はパワハラです。兵庫県民連合の竹内です。私は知事に対しまして、質問の中で、これらの、事実、まあ、知事が反省しているという言葉がありましたけれども、それにかかる事実認定を一定されました。それは私がパワハラに該当すると思いましたので、ご自身で反省されているのであればパワハラをしたお認めになりませんかとまで申し上げました。これは私の思いの中で、考えの中で、知事という
ですね、兵庫県の、まあ、それこそ唯一権限が与えられている方が、まあ、どこかに対してですね、ああいった行為を行ったというのは、まあ、明らかにパワハラであるというふうに思います。そして私はもともと元西有馬県民局長が あの文書を出されて最初に会見された3月27日この時にですね、事実無根、嘘を発見、そしてやっぱり極めつきはですね、ご無意識かくこの言葉が元県民局長には相当思うところだったというふうに聞いております。これはそれまで長い間県に奉職した方に対してですね、ご本人ができる限り事実を集めて作成した文書であるという思いをすべて否定する、ものであった。それが私は究極のパワハラだと思っておりますので、事実認定以前にですね、そもそもそう思っております。以上です。はい、共産党の正本です。大声で叱責されるという言葉以外にも怒鳴られたというそういう証言もありました。それから社会通念上を超えている、指導の範囲を超えている、また人前で怒鳴られるということもありますし、机を叩くという行為もそうですし、県の職員になって初めてこんなことをされた、本当にびっくりした、驚いた、まあ傷ついたとまではおっしゃりませんでしたけれども、そういう言葉がありました。これはまさにパワハラの以外の何者でもなく、普通に考えてパワハラだと思います。それと同時に今竹内さんもおっしゃいましたけれども、私は元西播磨県民局長がもうあと1週間で退職という時に、あと4日で退職という時に人事異動を命ぜられて、その時に本人はちゃんと告発した中身をしっかり見極めてから対応してくれと言っているにもかかわらず、人事異動をして退職を止めて、やったということそのもの、そしてその後になりますが、停職3ヶ月にしたと、それもきちんとした客観的な調査をしないまま決めつけて、停職3ヶ月にしたことそのものが最大のパワハラだと認識しています。はい、この間アンケートを取って、全体の雰囲気が伝わってきただろうなというふうに思います。と合わせて、先ほどから話があるとおりですね、物を投げるだとか、机を叩くだとか、ダメ息、そして下打ちだとか、というようなことも、実際にあったということです。で、文書を確認したときに、それこそ20メートル歩かされて怒鳴られただとか、あるいは、チャットがによる夜中、休日など、時間を構えなしと指示が矢のようにやってくるだとか、というようなことも含めて、かなりの部分がですね、文書に相当する内容が確認がされてきているというふうに思います。ただ、査定をしてされた人が多くいるだとか、ちょっとここは事実確認非常に難しいとは思うんですが、と合わせて、全体ですね、スタートのところで、知事のパワハラは職員の限界を超え、あちこちから悲鳴が聞こえてくると。で、そういう意味では入り口にやっと立って事実確認がいくつかできてきて、きっともっといろんな事例があるんだろうと思うんですけど、もう少しその辺のパワハラの事実関係はしっかりと増やして確認した方がいいかなとは思うんですが、ということで言うと、でも本当に70点、80点取れるような少なくともパワハラについてですね、結果が出せるんじゃないかなというふうに思っています。パワハラについてはどうやったんだろうというふうに考えています。もう一点ですね、今皆さんおっしゃっているところ、職員と知事の認識のズレのところなんですけども、知事自身はコミュニケーション能力、コミュニケーションの不足ということに加えてですね、おっしゃってたのは、兵庫県庁
変わると思ってなかったということを、就任3年目にしておっしゃられているんですけれども、そのことを理解するですね、まあ、知事自身の資質というかですね、兵庫県知事としての資質について、委員長と委員長にもお伺いできたらということで、ですね、知事自身の資質で見てみます。じゃあ、私からです。パワハラ疑惑に関して、その確かに、コミュニケーション不足、それから認識のズレっていうことをおっしゃってますが、私はそういう問題ではないと、一つ一つの疑惑の事実を見てみても、例えば聞いてないと叱責して、普通であれば聞いてなかったらその場でもう一度聞けばいいだけで、その後突き返してしまうとか、そういう、昔の申し訳ないけど20メートルの話もそういう理不尽に処理するとか、これはコミュニケーション、認識のズレっていう問題ではないです。おっしゃっていただいたとおり、これは人間性というか、そういう問題ではないのかなと思います。そういう意味で、資質ということで言えば、リーダーとしての資質を欠いていると言われても仕方がないのではないか。ちょっと後半言われたことがちょっと難しくて、言ったことが伝わってしまうと、ちょっとそれは私の方ではまだ評価ができてないので、パワハラについてですね、俗に言う、現地が取れたのかという意味では、取れなかったのかというのが実際に思います。ただ、証言を聞いていく中でですね、それぞれの職員がどのような印象を受けたか、それはね、よく理解する。加えてですね、一つのそういう事象がね、他の職員に大きな影響を与えていくということも分かりました。で、先ほどの2番目の表現体質の話なんですけど、新しい知事さんが来られて、それで一つの事象がどういうものなのかというのが皆さん興味を持っておられると思いますし、それを事後のいろんなルーティンの作業で生かしていこうという思いもあったんだと思います。そういう意味で職員間の情報共有が進んだということだと思いますので、別にそれは兵庫県の体質ではないと思います。で、資質についてはですね、今すぐ私がこうあるとかないとか申し上げられるだけの今考えがありません。で、次のやっぱり5月の5日6日の審査の経て、そういった中で資質についてね、じっくり考えていきたいと思います。審査についてはですね、その明日維新の会合があってですね、協議をされるということだと思うんですけども、維新の現地の県議団としても意見を述べられると思うんですけども、現在の思いとしてはどういうふうな意見を述べるのがあるでしょうか。まず明日ですね、広報部との会合を予定としてます。その前に、我々県議団の、一人一人のやっぱり思いも、行く必要がありますので、そういう機会を、明日設けてます。そういう中での議論を踏まえた上で、党本部には報告をしていきたいと思います。それぞれお疲れ様です。毎日のような報告です。それぞれの会派を代表するといったら失礼なんですけれども、今日パワハラの、事実が承知する明らかになったという見解を、いただきまして、それを受けてなんですけれども、果たして事実のこと、例えば強く激しく叩いた20メートル歩かせた上で激しく叱責をした、でチャットで
で早朝深夜に連絡を取り付けて、そういったことはどういう責任か、これは少し触れていただきますけども、政治的責任なのか、どういう責任なのか、そのあたり、今後、9月5日6日の閣僚でも、贈答品の問題と、統一通報の問題が取り扱われるということ、どういう政治的責任、どういう責任、もしくは刑法に、刑法の犯罪に至るか、そういったことは今回感じられ、詰めていきたいというふうに思っていらっしゃるんですけども、委員長、副委員長とは、できれば会談を教えていただけますでしょうか。すみません、ちょっとお答えになっているかどうか分かりませんけど、我々の、委員会の使命は、まずはその文書の真偽を確かめること、それから今回、公益通報を加えましたけれども、その中で、これも繰り返しになって申し訳ないんですけれども、まずその文書の真偽という意味で言えば、パワハラに当たるかどうかこれから評価するとして、そこに記載されている事実がおおむね、証人尋問を通じて、浮かび上がっていたと、事実認定として認められるのではないかということになってきたと思っています、これから他の疑惑についても調査をしますが、その上で今度公益通報の議論についても証人尋問を通じて、明らかにしていきたいと思いますけれども、その上で、やはり文書自体の真実創造性といいますか、その文書自体にこの事実であることが書かれているということであれば、これはその元県民局長を処分する上での、一連 その県の対応がですね、どうだったのかという話にこれは必ずつながってくると思いますので、そういった意味で、公益通報の議論にもつながってくるということですね。はい、先ほど委員長からお話ありました通り、100条の目的はですね、文書自体の審議、それから公益通報についての調査ということです。で、この100条での結論ですね、方向性をもって最後その政治的な合理的な責任というのが判断されるのは知事だと思うんですね。知事は自分では自分の主張をお持ちですから、パワハラも高くない違う、こういう主張をされておられます。で、今100条の中で、事実関係が明らかになってですね、その事実に基づいて、議会としてどういう思いであるということをこう知事に伝えていくといいますか、お示しをするわけですから、その上で、知事が政治的責任を取りなのか、どういう責任を取りなのか、それはね、知事が判断されると。それは一定程度その明らかになった
あと、警察なりが、その違法性を、我々の結論を、まとめ方を見て、どう判断されるかということですから、それを本来の目的で、方向性は、まあ、一定程度は想像はする、それから事前に研究していく必要があると思いますけれども、それに狙いをつけて、そういう証言を持っていくということでは、基本的には違うんじゃないか、これなんだろう。医師の会としては、岸口副院長がおっしゃる通りですので、まあ、そういうことで、はい、まあ、委員長からもありましたけど、委員会の目的が、やっぱり、いかにこの7つの項目についての、事実認定を一つでも多く、まあ、勝ち取っていくか、積み上げていくかにかかっておりますので、まだそのパワハラという一つのテーマが終わった段階ですので、まだそこら辺はちょっと明言するのはちょっと難しいと思います。はい。要件でありがとうございます。そういった課題につきましては、私一人で発言できる立場にありませんので、大半内で、まあ、これから議論していくという立場でございます。よろしくお願いします。もう一度質問の趣旨を、つまり卓上委員会としてどのような責任っていうのは、政治的責任っていうのは知事に対してですか、それとも私たち卓上委員会が知事に対してですね、常々記者会見も注目していただけるかと思うんですけれども、会社の時に必ずテーマになるとか、パワハラについても、それが知事の政治的責任なのか、道義的責任なのか、もしくは組織的パワハラと呼ばれている、刑事事件に発展するような疑いを逃れるようなことがあるのかというところを、一義的には公開して、今、百条委員会で尋問していらっしゃる中で、に対する責任です。今回、今日で2回目の承認尋問で少しずつ審議が明らかになってきているという段階だと思います。先ほど私は、明らかに知事についてはパワハラだという認識しているというふうにお勧めしましたけれども、それを知事がどういう政治的責任を取っていくのかっていうことに関しては、百条委員会としては7項目とそれから公益通報についてきちんと明らかにしていくということですので、そのことをきちんとやってなければならないと思っています。ただその政治的責任っていうのがもう一つこう分からなくて、知事に対して今の段階で何かをしてほしいっていう意味です。いや違います。ありがとうございます。はい、その言われた通りで、一つ一つの事実を積み上げていくということが今求められていることだというふうに考えています。で、そういう意味では道義的責任を今追求しているところなんだと思いますが、ただその個人情報の外部への持ち出しだとかという話もありましたし、それが場合によっては刑事的な責任のところに踏み込んでいくというか、通過のところまで踏み込んでいく可能性が十分にあると思っています。で、ここをしっかりやることが私たちのミッションだろうなと思っています。で、その上で、政治的な責任が、どう果たされるのかというのは、それは見届けていく必要があると思いますが、まずは今、与えられたミッションをしっかりやっていくことだと思います。あと1点です。維新さんのお話が先ほど言いましたけれども、明日、県議の皆さんの、意思を確認してくれて、幹事長のお話になれるということですけれども、
吉村さんは2週間以内に辞職勧告であるのか、サークシーデスクリーンであるのか、選定できますけど、判断をしていきたいということです。この場で聞くのが最初かどうかわからないんですけれども、今それぞれの会派の中で、辞職勧告に相当することであるというふうに、受け止めていらっしゃるのか、今後、19日も議会が開催します。その前には13日に重要政策提言ということで知事と協議をする場もあると聞いています。どのような姿勢で、望んでいかれるのか、果たして辞職勧告に課題することなのか、そのあたりの、会派のご意見を、教えてください。維新として、はい、先ほどの吉村代表が2週間以内というのは申し訳ありません、私ちょっと存じませんでした。ただ今はですね、あらゆる選択肢が別に排除しているわけではありません。ですからこれからこの2日間の審査の内容、それから実習のまたこの2日間の内容、そういったものを総合的にですね判断をして、どういう選択肢で臨むかということはその場で決めていきたいと思っておりますので、今の時点でですね、我々は今言われてますような辞職勧告とか、辞職勧告を出さないとか、出すとか、そういったことを決めているということがあります。それぞれの会議で、共産党議員団としては8月22日に日本共産党兵庫県委員会と共同で知事は辞職すべきだということを皆さんにも連絡したと思っておりますが、その後知事にもその文書を届けておりますし、本日議長に対して県議会としてもやはり今のこの知事は辞職することについて、何らか県議会としても手立てを考えるべきではないかという申し入れもしておりますので、そのことを申し上げたいと思います。委員会として内容とか手続きのこととか、この会見の場で私喋らせていただく必要があると思いますけど、そういった質問は私答える必要はこの会見の場ではないと思ってますの で、 ちょっと台風のこともありますし、できれば各議員早く地元に戻ってですね、対応等考えていきたいのではないかと思いますので、できればこの場では各上委員会に関連する質問に限定していただきたいと思います。すみません、あとご質問されたい方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。すみません、できましたら今手を挙げている方でよろしいですか。もう書き出していただいて、ではこちらから。小見新聞です。パワハラをテーマにした承認事務が終わりましたけど、高校生の職員としてパワハラを評価するかしないかというのは、具体的にどういうような感じで議論されているんでしょうか。よろしくお願いします。やはり承認尋問をまず実施して、まだパワハラが今日で終わりということが決まったわけではないですけれども、そこで得られた事実を、まずは委員会の中でしっかりと協議をすることが第一です。ただやはり専門家弁護士さんとか大学教授とかとか分かりませんが、そういった専門家の方に意見を聞く必要も私はあるのではないかと思ってますので、それはこれから委員会の場でしっかり協議して進めていきたいと思います。2社の証言が一致したところはまず外形的な事実として、認められるということで、おっしゃった通りにそうなんでしょうか。
複数の証人の方がおっしゃられているところはもう事実として認定していていいと思います。で、まあ、食い違っている部分等々につきましては、まあ、これはまたその委員会内で協議する必要があると思いますけど、まあ、一方が覚えていない、方や例えばパワハラの被害者と思われる方が詳細に証言をしているということであれば、やはり被害を受けた方の証言っていうのは、やはりこの百条委員会の場で喋ること自体が非常に勇気のあることで、大変なことだと思いますので、やはりそういった方の証言は高い信用力があると私は考えていますので、まあ、そのまま、まあ、丸ごと事実認定していいのかというところはしっかり討議しないといけないと思いますけど、そこはしっかり冷静に判断していきます。関西テレビの宮脇と申します。知事が今日答える中で合理性があったというふうに、まあ、結構かなりの数訴えられていたと思うんですけど、合理性っていうのは、まあ、知事訴えられてましたけど、まあ、認められる合理性あったっていうふうに認識されましたね。あ、すみません、申し上げます。はい、どうします、はい、知事が今日、まあ、合理性自らの叱責というのは合理性があった部分がというふうに、まあ、何回かまあ、おっしゃられていたと思うんですけども、まあ、そのなんか合理性、その知事の説明に対して説明 その合理性といったところは、まあ、あったと思われます。業務上必要な指導だという意味でしょうか。そうですね、その合理性があったという部分 その合理性というのはあったという、合理性という言葉が出てました。合理性、合理的というちょっと知事がよくその業務上必要な指導だったということはおっしゃってると思います。まあ、これ大丈夫です。はい、ラジオ関西グリッターです。まあ、先ほどから関連するような質問になって恐縮なんですが、まあ、今日はパワハラという、まあ、あったかなかったかという非常に切りやすい内容がありました。ただ斉藤知事ご存知のようにですね、ああいうのらしくらいとした、まあ、通常の定例会見と同じようなことで、まあ、少し上乗せして情報は出たんですが、今後やっぱり物品需要であるとか貿易通行であるとか、まあ、とてもデリケートで、まあ、ちょっとブラックボックスに入りかねないような議題になってくるかと思うんです。でそういう時にやっぱりあの受け答えになってくると、まあ、委員の皆さんもですね、かなり突っ込んでいかないと明確な答えが出てこないのではないかという危惧はちょっと感じたんですが、そのあたり奥谷さんどうでしょう。仕切り直すというのはちょっと失礼な言い方でした。仕切り直すと言いますか、どういうふうに説明いかがですか。パワハラ以外の疑惑については、はい、より一層突っ込んでいく必要があるのは、そうですね、パワハラっていうのは、まあ、証言から見てこういうの見た、あった、いや私はしていない認識の違いとか結構、まあ、比較的分かりやすいものだったかもしれないですね。ただ今後の、まあ、審議になってきますと非常にまたちょっとこう高度といいますか、かなりデリケートな事案が出てくる。で特に公益通報はプロセスについてのことになりますので、非常にその人しか分からない認識であるとか、そういった部分かなり出てくると思うので、まあ、そのあたりを、はい、そういった意味では、次回の証人尋問は参考人としてその公益通報に精通しておられる奥山教授と、はい、弁護士の先生をお招きしますので、まあ、そういった方に、アドバイスをいただきながら公益通報については進めていきたいと思いますし、またその他の疑惑についても、まあ、都度都度委員会でしっかり協議をして、効率的に調査ができるように努めていきたいと思います。はい、産経新聞の記者です。3月27日での嘘発表公務員として失格という、まあ、発言について知事は行き過ぎた面はあったというふうにおっしゃっておりましたが、その一方で、まあ、この文章を見たときに大変ショックで、まあ、辛い思いがあったというふうにおっしゃってました。ある意味その感情的になってああいうふうな発言をしたというふうに捉えられると思いますけれども、まあ、知事である立場で、あの会見の場でああいう発言をしたことについての知事としての素質問われるかなと思うんですけれども、委員長、副委員長、どのように
はりこういった問題だからこそ、まあ、初期とか、光とか、まあ、そういった感情を抜きにして、しっかりと兵庫県のリーダーとして、知事として、まあ、冷静にこの文書を発見した段階から、いろんなことを想定して、手続きを進めていくべきだと、今、記者さんのお話を聞いて、はい、そう思いました。発言の際に今日知事 のご説明がありました。ただ今日まだですね、その発言に至った根拠が私は示されてないのかなと思います。ですから何か の、まあ、何かというとおそらくですけれども、まあ、これは次回の話になるかもしれませんが、5日前の片山知事がですね、千葉の県民局というところへ、そのやり取りというのがあると思うんですね。ですから、まあ、こういう一連 の流れを受けながら、知事が27日の発言に至ったのかなということが、これは仮説ですね、があると思います。ですから、25日のやっぱりそのどういうやり取りをされたのか、そこをしっかり見ながらですね、なぜああいう発言に至ったのかということは考えてみたいな。3月25日のやり取りについてお伺いしたいんですけれども、今回その知事は会見の場では3月25日にどういったやり取りがあったか詳細な説明というのは会見では控えていました。ただそれ、まあ、説明責任の場として100条を挙げられている中で、まあ、今回パワハラ疑惑についてはなかなか会見以上のものがあまり出てこなかったと思います。改めて、まあ、先ほどの質問と一致しまうんですけれども、そういったその詳しいやり取りを明らかにするということも県民の皆さん期待されていると思いますが、そこの意気込みというか思いがありますでしょうか。百条委員会では3月25日のその事実として出てますね、片山副知事が元県民局長のパソコンを収集しに行った時のやり取り等々の音声データであったり、その時作られた、まあ、証書というかね、それは資料として出てくる予定なので、それを踏まえて、知事は尋問にお答えすることになるので、そこは少し真相解明に向けて前進が期待できるんじゃないかなと思ってます。知事に対してもそこはしっかりと説明してもらうという、まあ、今の意思が強い思いがあるんです。そうですね、今すみません、ちょっと頭の中が整理できないんですけど、おそらくあの時のできた調書を見て噂話から作ったっていうことで、もう広域通報じゃないという判断をされてますよね。なのであそこのやり取りが非常に重要ですし、まあこれは公に立ってないことなのかもしれないですけど、週刊誌で音声データ出てましたでしょ。だから あのやり取りでできた調書なんだったら、それをもとに判断するっていうこと自体に疑義が出てきますよっていう意見なんですけど、まあ、そういったところをしっかり明らかにできればいいなと思います。ブリすいません、今日の議論でも僕もきちんと覚えているかどうか分からないんですけど、どこでその退職の取りやめだとか、あるいは解任だとかということを決めたのかということで、26日にそのどういう言い方でしたか、下から上がってきたという言い方でしたか、なんかそこはもやもやっとして、きちんと答えずに、で実際にその会議は聞いている範囲では、その間は開かれてないですから、まさにその、まあ、知事と副知事で決めたのか、どこかでチャットで決めたのか、非常に透明な過程があったんだろうなということだと思いますね。そこはしっかり明らかにしないといけないと思います。
フリーの記者の横田ですけども、今の質問に関連してですね、まさに今おっしゃった3月25日の元県民局長に対する事情聴取がポイントだと思うんですが、まあ、文春電信版日本の記事によると音声データの中身を紹介してですね、誰から聞いたのかと、なんで知ってるのかという明らかにですね、いわゆる犯人探し、情報者を特定しようとしていると。でそれに対して県民局長が、情報源を取得するために噂話を集めて作成したというふうに答えざるを得なかったと。そこの前後の、調査記録が出てくればかなり真相が明らかになると思うんですけど、まさに週刊文春、文春電子版が報道した音声データ及びその事情聴取の記録と、録音するようにといった指示書を入手して追及する予定だという理解でよろしいでしょうか。はい、そうです。やっぱりあの内容聞いたらこれは情報源言えないでしょって普通は思いますよね。しかも元県民局長が告発してる相手は情報権のトップである知事ですから、まあ、いろんな取り調べ聴取の仕方とか元県民局長が知事また副知事を相手に告発してたとかそういったことを鑑みると情報源を明かすことなんてあの時にできたはずもないんじゃないかなと。あ、どうぞ。ありがとうございます。地声でいいですかね。今のですね、ご指摘は、この委員会としては、当該音声を要求をしましたが、23日付要求しておりますが、まだ入手をしておりません。ただ、文春さんが会員に向けて出された音声、私、聞かせていただきました。もしあれが事実とするならば、まあ、記事の内容にも東京地検特捜部も、まあ、驚くといったようなです、ね、内容がございましたけれども、第三者的なです、ね、まあ、裁判所が認めたような捜査手法ではない。しかもパソコンを持っていっている、これも事実でございますから、強制力を持った調査をしている。そもそもああいった調査の中でですね、もう公益通報そのものの概念が一切ないということで極めて問題を、ああいった調査を元にしたですね、処分とかその手順というのはもう入り口から間違っていると私は個人的に考えておりますので、卓上委員会の皆さんにも事実そういった音声が当局から提出された場合はですね、これは捜査手法そのもの、調査書そのものが問われる、もう入り口の問われる事態だと。これは本当に我が国のですね、ただ地方警察が裁判所という出客官機関が入るわけですけど、全くない。公益通報怖くてできなくなります、あんなことを しておけばですね。極めて重要な問題だと思っております。よろしくお願いします。関連してもう一問ですね。もし文春電子版の記事の内容、音声データが事実だとしたら、これはまさに今おっしゃられたように、公益通報者の告発潰しの違法な、権力行使だと、まあ、まさに維新創業者の橋本徹さんもそうおっしゃって、辞職に値するとおっしゃってるんですが、そういう認識をお持ちでしょうか。それ、委員長と維新の委員の方含め、お聞きしたいんですが。音声データが事実として、まあ、そうですね、おっしゃっていただいた通り、不信任案提出に値すると、辞職に不信任案提出に値するかどうかは、これはちょっと委員会外の話になります。はい、わかりました。ありがとう。23日のですね、証人尋問の時にね、そのデータがあるのか、書き起こしたものがあるのかというのを尋ねました。で、音声データはあるか、記述したものもある。でこれは、この県庁内の担当の課がですね、厳重に保管をしているというような話になりました。なのにですね、一方でそのデータが出てしまっている音声が出ている、
これで、ちょっとこのずさんさはね、私ちょっと許せんな、実は思ってます。で、今、文化文書さんなんかがですね、示しておられるものが、全文なのか、果たしてその本当のものなのかというのは、今、判断がつきませんので、やっぱりそれは、まず、我々は事務局から提出をされたものを持って、そこからね、スタートしたいと思います。はい、ありがとうございました。以上で、はい、認められませんでしたけれども、本人が変わったというのは、けれども、県庁入って初めて話から挨拶したということを、まあ、私が決めることではないけれども、事実を明らかにされたということだと思います。知事の現場とはそこが少し違います。もう一点が、有能な職員というのは相当生きがいを持ってこの仕事にやってますから、レクをした説明が聞いてない、トータル調整ができてない、いろんな方が入っていたときにそれがすると一本の筋としてその事業遂行に向けての流れになっていない、どこかが抜けているということがあった、それをもってして、一瞬でやり直しなんて言われると、まあ、言えば人格否定されて、自分がやってきたその職に対するプライドを傷つけられたということなんです。これはまあ言えば一つの人格否定ですから、まあ、パワハラに該当するんではないか、私は思います。そのことは、パワハラ防止法ですね。その中にもそういった項目があります。それともう一点が、西播磨県民事務所の、件ですけれども、これは普通であれば単なる人事異動ということで我々が介入できるものではないかもけれども、パワハラ防止法として彼を保護する、それから、名前を伏せてそのことで確実な調査をすることを怠ったということであれば、これは人事異動ではなくて、まあ言えば公開処刑、これはちょっと言葉が言い過ぎですけれども、面前でのという、まあ、叱責を要するに遺憾してしまったということになりますから、これは、まあ、まあ言えばどうでしょう、まあ、犯罪とは言いませんけど、もし法に触れる行動に値する可能性が出てきますから、まあ、その辺も含めて、効果が当たる部分が見えているということになります。承認の方のお話と、知事の話を通じてですね、社会通念上認められる範囲を超えている部分と、まあ、例えば、机を叩くとか、付箋を投げるといった行為があったと証言がありましたので、まあ、この辺を考えるとですね、まあ、私自身パワハラを認定できるような法律的知識もありませんので、無断ではできませんけれども、まあ、パワハラの可能性があるのかなという思いはしました。なので、まあ、まあ、そういった思いをですね、今みんなで話し合いながら、まあ、専門家の意見を聞きながらこれからみんなで判断していくかなというふうには思います。はい、おめでとうございます。冒頭にも申し上げましたけれども、やはり先ほど内田先生がおっしゃった、社会通念上必要な範囲を超えていると言いましたし、また強く大きい声で言われた、もうやっぱり、ね、どう見てもパワハラなんです。なので、まあ、そう感じたのと、やっぱりパワハラにもいろんな種類があるとすれば、例えばもう話するとため息ですから、それから重要な会議を何度も続行だけはされるとか、まあ言えば無視とかですね、まあ普通の対人関係でため息つかれて気持ちよくないですので、ね、そういうことを繰り返しているということが、まあじゃあパワハラに当たるのかどうかというのはしっかり私はパワハラです。
兵庫県民連合の竹内です。私は知事に対しまして、質問の中で、これらの、事実、まあ、知事が反省しているという言葉がありましたけれども、それにかかる事実認定を一定されました。それは私が場合に該当すると思いましたので、ご自身で反省されているのであればパワハラをしたお認めになりませんかとまで申し上げました。これは私の思いの中で、考えの中で、知事というですね、兵庫県の、まあ、それこそ唯一権限が与えられている方が、まあ、とかに対してですね、ああいった行為を行ったというのは、まあ、明らかにパワハラであるというふうに思います。そして私はもともと元西有馬県民局長が あの文書を出されて最初に会見された3月27日、この時にですね、事実無根、嘘を発見、そしてやっぱり極めつきはですね、ゴムに叱る、この言葉が元県民局長には相当思うところがあったというふうに聞いております。それはそれまで長い間県に奉職した方に対してですね、ご本人ができる限り事実を集めて作成した文書であるという思いをです、ね、全て否定する、ものであった。その全てが私は究極のパワハラだと思っておりますので、事実認定以前にですね、そもそもそう思っております。以上です。はい、共産党の塩本です。大声で叱責されるということが以外にも怒鳴られたというそういう証言もありました。それから社会通念上を超えている、指導の範囲を超えている、また人前で怒鳴られるということもありますし、机を叩くという行為もそうですし、県の職員になって初めてこんなことをされた、本当にびっくりした、驚いた、まあ、傷ついたとまではおっしゃりませんでしたけれども、そういう言葉がありました。これはまさにパワハラの以外の何者でもなく、普通に考えてパワハラだと思います。それと同時に今竹内さんもおっしゃいましたけれども、私は元西播磨県民局長がもうあと1週間で退職という時に、あと4日で退職という時に人事異動を命ぜられて、その時に本人はちゃんと告発した中身をしっかり見極めてから対応してくれと言っているにもかかわらず、人事異動をして退職を止めて、やったということそのもの、そしてもうその後になりますが、停職3ヶ月にしたと、それもきちんとした客観的な調査をしないまま決めつけて、停職3ヶ月にしたことそのものが最大のパワハラだと認識しています。はい、まあ、このアンケートを取って、まあ、全体 の雰囲気が伝わってきたんだろうなというふうに思います。と合わせて、まあ、先ほどから話がある通りですね、物を投げるだとか机を叩くだとかダメ息、そして舌打ちだとかというようなことも、まあ、実際にあったということです。で、文書を確認したときに、それと20メートル歩かされて怒鳴られただとか、あるいはチャットがによる夜中休日など時間を構えなしと指示が嫌のようにやってくるだとかというようなことも含めて、かなりの部分がですね、文書に相当する内容が確認がされてきているというふうに思います。まあ、ただその、まあ、査定をしてされた人が多くいるだとか、ちょっとここは事実確認非常に難しいとは思うんですが、と合わせて、全体ですね、スタートのところで、知事のパワハラは職員の限界を超え、あちこちから悲鳴が聞こえてくると、まあ、そういう意味では入り口にやっと立って、事実確認がいくつかできてきて、きっともっといろんな事例があるんだろうと思うんですけど、もう少しその辺のパワハラの事実関係は、しっかりと、
私はしっかりして確認した方がいいかなとは思うんですが、ということで言うと、でも、やっぱり今70点、80点取れるような、少なくともパワハラについてですね、結果が出せるんじゃないかなというふうに思っています。パワハラについては、どうやったんだろうというふうに考えています。もう一点ですね、今皆さんおっしゃっているこの職員と知事の認識のズレのところなんですけれども、知事自身はその、コミュニケーション能力、コミュニケーションの不足ということに加えてですね、おっしゃってたのは、兵庫県庁の特殊性というかですね、知事が言ったことがここまで末端に伝わると思ってなかったということを、就任3年目にしておっしゃられてるんですけれども、そのことを理解するですね、知事自身の資質というかですね、兵庫県知事としての資質について、委員長と委員長にもお伺いできたということですね、知事自身の資質についてです。私からです。パワハラ疑惑に関して、その確かに、コミュニケーション不足、それから認識のズレということをおっしゃってますが、私はそういう問題ではないと、一つ一つの疑惑の事実を見てみても、例えば聞いてないと叱責して、普通であれば聞いてなかったらその場でもう一度聞けばいいだけで、その後突き返してしまうとか、そういう、昔の申し訳ないけど20メートルの話もそういう理不尽に処理するとか、これはコミュニケーション認識のズレっていう問題ではないです。おっしゃっていただいたと、これは人間性というかそういう問題ではないのかなと思います。そういう意味で資質ということで言えば、リーダーとしての資質を欠いていると言われても仕方がないのではないか。ちょっと後半言われたことがちょっと難しくて、言ったことが伝わってしまうと、ちょっとそれは私の方ではまだ評価ができているので、パワハラについてですね、俗に言う、現地が取れたのかという意味では、取れなかったのかというのが実際のところです。ただ、証言を聞いていく中でですね、それぞれの職員がどのような印象を受けたか、それはね、よく理解するところがありました。加えてですね、一つのそういう事象がね、他の職員に大きな影響を与えていくということも分かりました。で、先ほどの2番目の表現体質の話なんですけど、新しい知事さんが来られて、それで一つの事象がどういうものなのかというのが皆さん興味を持っておられると思いますし、それを事後のいろんなルーティン作業で生かしていこうという思いもあったんだと思います。そういう意味で職員間の情報共有が進んだということだと思いますので、別にそれは兵庫県の体質運営ではないと思います。で、資質についてはですね、今すぐ私がこうあるとかないとか申し上げられるだけの今考えがありません。で、次のやっぱり5月の5日6日の審査の経験、そういった中で資質についてね、じっくり考えていきたいと思います。審査についてはですね、その明日維新の会合があってですね、協議をされるということだと思うんですけども、維新の現地の県議団としても意見を述べられると思うんですけども、現在のもう一つはどういうふうな意見を述べるというのがあるでしょうか。まず明日ですね、党本部との会合を予定としています。その前に我々県議団の、一人一人のやっぱり思いも行く必要がありますので、そういう機会を、明日設けています。そういう中での議論を踏まえた上で、党本部には報告をしていきたいと思います。
それぞれお疲れ様です。毎日新聞の中を通じます。それぞれ の, あの会派を代表するといったら失礼なんですけれども、あの今日パワハラの、事実が明らかになったという見解を、いただきまして、それを受けてなんですけれども、あの果たしてあの、まあ、技術のこと、例えばあの強い激しく叩いた20メートル歩かせた上で激しく叱責をしたでチャットで、早朝深夜に関わらず連絡を取り付けて、そういったことはあのどういう責任か、例えばあの少し触れていただいたんですけども政治的責任なのか、どういう責任なのか、このあたりの今後、9月5日6日の百条でも、贈答品の問題と、公益通報の問題が取り扱われるということで、どういう政治的責任、どういう責任、もしくは刑法に、刑法の犯罪に至るというこ、ういったことは今回感じられ詰めていきたいというふうに思っていらっしゃるんですけども、委員長、副委員長とはできれば会談を教えていただけますでしょうか。ちょっとお答えになっているかどうか分かりませんけど、あの我々の、委員会の使命はまずはその文書の真偽を確かめること、それから今回公益通報を加えましたけれども、まあ、その中でこれも繰り返しになって申し訳ないんですけれども、まずその文書の真偽という意味で言えば、パワハラに当たるかどうかこれから評価するとして、そこに記載されている事実がおおむね、証人尋問を通じて、浮かび上がっていたと、事実認定として認められるのではないかということになってきたと思っています、これから他の疑惑についても調査をしますが、その上で今度公益通報の議論についても証人尋問を通じて、明らかにしていきたいと思いますけれども、その上で、まあ、やはり文書自体の真実創造性といいますか、その文書自体にこの事実であることが書かれているということであれば、これはその元県民局長を処分する上での、まあ、一連 の, その県の対応がですね、どうだったのかという話にこれは必ずつながってくると思いますので、そういった意味で、公益通報の議論にも、まあ、つながってくるということですね。はい、はい、先ほどの委員長からお話ありました通り、百条の目的はですね、文書自体の審議、それから公益通報についての調査ということです。でこの百条での結論方向性をもって最後その政治的な合理的な責任というのは判断されるのは知事だと思うんですね。知事は自分では自分の主張をお持ちですから、パワハラも高くはどんどん違うと、まあ、こういう主張をされておられます。で今百条の中で、事実関係が明らかになってですね、その事実に基づいて機会としてどういう思いであるということを知事に伝えていくといいますか、お示しをするわけですから、まあ、その上で、知事が政治的責任を取りなのか、どういう責任を取りなのか、それは、ね、この知事が判断されると思います。今の問いはそろそろどの法律に触れるのかってことを確定する作業をどう進めるのかっていうことでなかったですか。まずは今回議会パワハラに今後といいますか、次の日程は9月5日は贈答品について公益通報の扱いについてということですけれども、それぞれどの点が今回された段階で、あと、資料請求もされています、その段階で どこに違法性を、感じていらっしゃるのか、
証言を証人審判しようとしているのか。我々はそっちのプロではありませんし、検察でも警察でもありません。だからそれを目的にやっているというわけではありませんけれども、県政を運営する上での大きな課題と、それから職員が困っている機能不全を知っているものがあるとしたら、それはどこにあるのかということを追求することが本来の目的だと私は思っています。それは一定程度その明らかになったあと、検察なりがその違法性を我々の結論をまとめ方を見てどう判断されるかということですから、それを本来の目的で方向性は、一定程度は想像はする、それから事前に研究していく必要があると思いますけれども、それに狙いをつけてそういう証言を持っていくということでは基本的には違うんじゃないですか。こんなふうに話しています。維新の会としては串口副委員長がおっしゃる通りですので、そういうことで、委員長からもありましたけど、委員会の目的がやっぱりいかにこの7つの項目についての、事実認定を一つでも多く、勝ち取っていくか、積み上げていくかにかかっておりますので、まだそのパワハラという一つのテーマが終わった段階ですので、まだその辺はちょっと明言するのはちょっと難しいと思います。はい、要件にありがとうございます。そういった課題につきましては、私一人で集まっていく立場にありませんので、大半内で、これから議論していくという立場でございます。よろしくお願いします。もう一度質問の趣旨を、つまり卓上委員会としてどのような責任っていうのは、追跡責任っていうのは知事に対してですか、それとも私たち卓上委員会が知事に対してですね、常々記者会見も注目していただいているかと思うんですけれども、会見の時に必ずテーマになるとか、パワハラについても、それが知事の政治的責任なのか、道義的責任なのか、もしくは組織的パワハラというふうに呼ばれている、刑事事件に発展するような、疑いを持たれるようなことなのかというところを、一義的には公開して、今、百条委員会で尋問していらっしゃる中で、に対する責任です。今回今日で2回目の上昇人事業で少しずつ審議が明らかになってきているという段階だと思います。先ほど私は、明らかに知事についてはパワハラだという認識しているというふうにお申しましたけれども、それを知事がどういう政治的責任を取っていくのかっていうことに関しては、百条委員会としては7項目と、それから公益通報についてきちんと明らかにしていくということですので、そのことをきちんとやってなければならないと思っています。ただその政治的責任っていうのはもう一つこう分からなくて、知事に対して今の段階で何かをしてほしいっていう意味です。いや違います。ありがとうございます。はい、今言われた通りで、一つ一つの事実を積み上げていくということが今求められていることで、そういう意味では道義的責任を今追求しているところなんだと思いますが、ただその個人情報の外部への持ち出しだとか今話もありましたし、それが場合によっては刑事的な責任のところに踏み込んでいくというか、その通過のところまで踏み込んでいく可能性が十分にあると思います。で、ここをしっかりやることが私たちのミッションだろうな。で、その上で、政治的な責任
が、まあ、どう果たされるのかというのは、まあ、それは、まあ、見届けていく必要があると思いますが、まずは今与えられたミッションをしっかりやっていくことだと思います。あと1点です。維新さんのお話が先ほどしましたけども、明日、まあ県議の皆さんの、意思を確認して、まあ、幹事長のお話をされるということですけれども、まあ吉村さんはあの2週間以内に辞職勧告であるのか、市民決議案であるのか、宣言でいますけれども、判断をしていきたいということです。まあ、この場で聞くのがふさわしいかどうかわからないんですけれども、今それぞれの会派の中で、辞職勧告に相当することであるというふうに、受け止めていらっしゃるのか、今後、まあ19日も議会が開会します。その前には13日に重要政策提言ということで知事と協議をする場もあると聞いています。どのような姿勢で、臨んでいかれるのか、果たして辞職勧告に課題することなのか、そのあたりの、会派のご意見を教えてください。維新でした。はい、先ほどの吉村代表が2週間以内というのは申し訳ありません。私ちょっと存じませんでした。ただ今はですね、あらゆる選択肢が別に排除しているわけではありません。ですから、これからこの2日間の審査の内容、それから実習のまたこの2日間の内容、こういったものを総合的にですね、判断をしてどういう選択肢で臨むかということはそこまで決めていきたいと思っておりますので、今の時点でですね、我々は今言われてますような質問とか、しっかりこれを出さないとか、出すとか、そういったことを決めているということがあります。それぞれの会で共産党議員団としては8月22日に日本共産党兵庫県委員会と共同で知事は辞職すべきだということを皆さんにも連絡したと思っておりますが、その後知事にもその文書を届けておりますし、本日議長に対して県議会としてもやはり今のこの知事は辞職することについて、何らか県議会としても手立てを考えるべきではないかという申し入れもしておりますので、そのことを申し上げたいと思います。百条委員会として内容とか手続きのこととか、この会見の場で私しゃべらせていただく必要があるとは思いますけど、そういった質問は私答える必要はこの会見の場ではないと思ってますので、でちょっと台風のこともありますし、まあ、できれば各議員早く地元に戻ってですね、まあ、対応等考えていきたいのではないかと思いますので、できればこの場では各条委員会に関連する質問に限定していただきたいと思います。すみません、あとご質問されたい方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。すみません、できましたら今手を挙げている方でよろしいですか。もう挙げらせていただいて、ではこちらから。この新聞です。今回の承認尋問終わりましたけど、高校生の職員としてパワハラを強化しないかというのは、具体的にどのような感じで議論されているのか。やはり承認尋問をまず実施して、まだパワハラが今日で終わりということが決まったわけではないですけれども、まあ、そこで得られた事実を、まあ、まずは委員会の中でしっかりと協議することが第一だと思います。ただやはり、専門家まあ、弁護士さんとか、まあ、大学教授とかとか分かりませんが、まあ、そういった専門家の方に意見を聞く必要も私はあるのではないかと思っていますので、まあ、それはこれから委員会の方でしっかり協議して進めていきたいと思います。
この一致した部分は外形的な事実に従って認定するというところでよろしいですか。知事と職員さんの証言がややちょっと遅れているところもあるということだと思うんですけど、例えば2社の証言が一致したところはまず外形的な事実として、認められるというふうに受け止められるというところでしょうか。はい、あのおっしゃった通りに複数の証人の方がおっしゃられているところはもう事実として認定していていいと思います。で、まあ、食い違っている部分等々につきましては、まあ、これはまたその委員会内で協議する必要があると思いますけど、まあ、一方が覚えていない、方や例えばパワハラの被害者と思われる方が詳細に証言をしているということであれば、やはり被害を受けた方の証言というのは、やはり百条委員会の場で喋ること自体が非常に勇気のあることで、大変なことだと思いますので、やはりそういった方の証言は高い信用力があると私は考えていますので、まあ、そのまま、丸ごと事実認定していいのかというところはしっかり協議しないといけないと思いますけど、そこはしっかり冷静に判断していきます。関西テレビの宮脇と申します。知事が今日質問に対して答える中で合理性があったというふうに、まあ、結構かなりの数で訴えられていたと思うんですけど、合理性というのは、まあ、知事訴えられてましたけど、まあ、きちんと認められる合理性あったというふうに認識されましたので、すいません、申し上げましょう。はい、します、はい、知事が今日、まあ、合理性自らの叱責というのは合理性があった部分がというふうに何回かおっしゃられていたと思うんですけども、まあ、そのなんか合理性、その知事の説明に対して説明 その合理性といったところは、まあったと思われますか。業務上必要な指導だという意味でしょうか。そうですね、その合理性があったという部分 その合理性というのはあったという意味です。合理性というところが合理性、合理的というところですか。知事がよく業務上必要な指導だったと、いうことはおっしゃっていると思います。これ大丈夫です。はい、ラジオ関西グリッターです。まあ、先ほどから関連するような質問になって恐縮なんですが、まあ、今日はパワハラという、まあ、あったかなかったかという非常に切りやすい内容ではありますが、ただ斉藤知事ご存知のようにですね、ああいうのらにくらりとした、まあ、通常の定例会見と同じようなことが、まあ、少し上乗せして情報は出たんですが、今後やっぱり物品受領であるとか公益通報であるとか、まあ、とてもデリケートで、まあ、ちょっとブラックボックスに入りかねないような議題になってくるかと思うんですね。でそういう時にやっぱり受け答えになってくると、まあ、委員の皆さんもですね、かなり突っ込んでいかないと明確な答えが出てこないのではないかという危惧はちょっと感じたんですが、そのあたり奥谷さんどうでしょう。仕切り直すというのはちょっと丁寧だと思いますが、組み直すといいますか、どういうふうに説明いかがですか。パワハラ以外の疑惑については、はい、より一層、突っ込んでいく必要があるのは、そうですね、パワハラっていうのは、まあ、証言から見てこういうの見た、あった、いや私はしていない、認識の違いとか結構、まあ、比較的分かりやすいものだったかもしれないですね。ただ今後の、まあ、審議になってきますと非常にまたちょっとこう高度といいますか、かなりデリケートな事案が出てくる。で特に公益通報はプロセスについてのことになりますので、非常にその人しか分からない認識であるとか、そういった部分かなり出てくると思うんですね。まあ、そのあたりは、はい、まあ、そういった意味では次回の証人尋問は参考人としてその公益通報に精通しておられる奥山教授と弁護士の先生をお招きしますので、まあ、そういった方にアドバイスをいただきながら公益通報については進めていきたいと思いますし、またその他の疑惑についても、まあ、都度都度委員会でしっかり協議をして法律的に調査ができるように進めていきたいと思います。はい、産経新聞の木田です。3月27日での嘘発表公務員失格という、まあ、
たが、その一方で、まあ、この文章を見たときに大変ショックで、まあ、辛い思いがあったというふうにおっしゃっていました。ある意味その感情的になってああいうふうな発言をしたというふうに捉えられると思いますけれども、まあ、知事である立場であの会見の場でああいう発言をしたことについての知事としての素質問われるかなと思うんですけれども、委員長副委員長どのようにお考えでしょうか。はい、おっしゃっていただいた通りだと今聞いてて思いました。やはりこういった問題だからこそ、まあ、ショックとか、さまざまな怒りとか、まあ、そういった感情を抜きにして、しっかりと兵庫県のリーダーとして知事として、まあ、冷静にこの文書を発見した段階からいろんなことを想定して手続きを進めていくべきだと今記者さんのお話を聞いて、はい、そう思いました。発言がされて今日知事のご説明がありました。ただ今日まだですね、その発言に至った根拠が私は示されてないのかなと思います。ですから何かのそのまあ何かというのはおそらくですけれども、これは次回の話になるかもしれませんが、2日前の片山都知事らがですね、市販の県民局というところへ行ったそのやり取りというのがあると思うんですね。ですからまあこういう一連の流れを受けながら知事が27日の発言に至ったのかなというふうな、これは仮説ですね、があると思います。ですから25日のやっぱりそのどういうやり取りをされたのか、そこをしっかり見ながらですね、なぜああいう発言に至ったのかということは考えてみたいなと思います。3月25日のやり取りについてはお伺いしたいんですけれども、今回その知事は会見の場では3月25日にどういったやり取りがあったか詳細な説明というのは会見では控えてきました。ただそれ、まあ、説明責任の場として100条を挙げられている中で、まあ、今回パワハラ疑惑についてはなかなか会見以上のものがあまり出てこなかったかと思います。改めて、まあ、先ほどの質問と書いてしまうんですけれども、そういったその詳しいやり取りを明らかにするということも県民の皆さん期待されていると思いますが、改めてそこの意気込みというのか思いますでしょうか。委員長、百条委員会では3月25日のその事実として出てますね、片山副知事が元県民局長のパソコンを収集しに行った時のやり取り等々の、まあ、音声データであったり、その時、作られた、まあ、調書というかね、それは資料として出てくる予定なので、それを踏まえて知事は尋問にお答えすることになるので、そこは少し真相解明に向けて前進が期待できるんじゃないかなと思っています。知事に対してもそこはしっかりと説明してもらうという、まあ、今の意思が強い思いがあるそうですね。今すみません、ちょっと頭の中が整理できないんですけど、おそらく時のできた調書を見て噂話から作ったっていうことで、もう広域通報じゃないという判断をされてますよね。なのであそこのやり取りが非常に重要ですし、まあこれは公になってないことなのかもしれないですけど、週刊誌で音声データ出てましたでしょ。だから あのやり取りでできた調書なんだったら、それを元に判断するっていうこと自体に疑義が出てきますよ、ね、っていう意見なんですけど、まあ、そういったところをしっかりと明らかにできればいいなと思います。ブリ、今日の議論でも僕もきちんと覚えているかどうか分からないんですけど、そのどこでその退職の取りやめだとか、あるいは解任だとかということを決めたのかということで、26日にそのどういう言い方でしたか、下から上がってきたという言い方でしたか、なんかそこはもやもやとしてきちんと答えずに、で実際にその会議は聞いている範囲ではその間は開かれてないですから、
まさにその、知事と副知事で決めたのか、どこかでチャットで決めたのか、非常に不透明な過程があったんだろうなということだと思いますので、そこはしっかり明らかにしないといけないと思います。フリーの記者の横田ですけども、今の質問に関連してですね、まさに今おっしゃった3月25日の元県民局長に対する事情聴取がポイントだと思うんですが、文春電信版日本の記事によると音声データの中身を紹介してですね、誰から聞いたのかと、なんで知ってるのかという、明らかにですね、いわゆる犯人探し、情報者を特定しようとしていると。でそれに対して県民局長が、情報源を取得するために噂話を集めて作成したというふうに答えざるを得なかったと。そこの前後の、調査記録が出てくればかなり真相が明らかになると思うんですけど、まさに週刊文春、文春電子版が報道した音声データおよびその事情聴取の記録と、録音するようにといった指示書を入手して追及する予定だという理解でよろしいでしょうか。はい、そうですね、そうです。やっぱりあの内容を聞いたら、それは情報源言えないでしょって普通は思いますよね。しかも元県民局長が告発してる相手は兵庫県のトップである知事ですから、いろんな取り調べ、聴取の仕方とか、元県民局長が知事、また副知事を相手に告発してたとか、そういったことを鑑みると、情報源を明かすことなんて、あの時にできたはずもないんじゃないかなと思います。ありがとうございます。地声でいいですかね。今のですね、ご指摘は、この委員会としては、当該音声を要求をしましたが、23日付要求しておりますが、まだ入手をしておりません。ただ、文春さんが会員に向けて出された音声、私、聞かせていただきました。もしあれが事実とするならば、記事の内容にも東京地検特捜部も、驚くといったようなですね、内容ございましたけれども、第三者的なですね、裁判所が認めたような捜査手法ではない、しかもパソコンを持っていっている、これも事実でございますから、強制力を持った調査をしている、そもそもああいった調査の中でですね、もう公益通報そのものの概念が一切ない、極めて問題を、ああいった調査をもとにしたですね、処分とか、その手順というのは、もう入り口から間違っている、私は個人的に考えておりますので、卓上委員会の皆さんにも、事実そういった音声が当局から提出された場合はですね、これは捜査手法そのもの、調査手法そのものが問われる、もう入り口の問われる事態だと。これは本当に我が国のですね、ただ地方警察が裁判所という出着機関が入るわけですけども、全くない。公益通報怖くてできなくなります、あんなことを しておけばですね。極めて重要な問題だと思っております。よろしくお願いします。関連してもう一問ですね。もし文春電子版の記事の内容、音声データが事実だとしたら、これはまさに今おっしゃられたように、公益通報者の告発潰しの違法な、権力行使だと、まさに維新創業者の橋本徹さんもそうおっしゃって辞職に値するとおっしゃってるんですが、そういう認識をお持ちでしょうか。それ委員長と維新の委員の方含めお聞きしたいんですけど、音声データが事実としております。そうですね、おっしゃっていただいた通り、不信任案提出に値すると、辞職に不信任案提出に値するかどうかは、これはちょっと委員会外の話になります。はい、わかりました、ありがとう。23日のですね、証人尋問の時にね、そのデータがあるのか、書き起こしたものがあるのかということを尋ねました。
で、音声データは書き写したものもある。これは、この県庁内の担当の課がですね、厳重に保管をしているというような話になりました。なのにですね、一方でそのデータが出てしまっている音声が出ている。このね、ちょっとこのずさんさはね、私ちょっと許せんな、実は思ってます。で、今、国家文書さんなんかがですね、示しておられるものが全文なのか、果たしてその本当のものなのかというのは今判断がつきませんので、やっぱりそれはまず我々は事務局から提出をされたものを持ってそこからねスタートしたいと思います。はい、ありがとうございました。以上で、はい。